よう、遅かったな。ところで、ノキアは大丈夫なのかよ。オタクも妙なことに首、中途半端な正義感とか、生半可な責任感ってやつが、一番しまっ、それに、リーダーだなんて、責任を負うってことの半端なさが。で、今はそんなことどうでもいい。オタクに話したく、もちろん覚えてるよな。怪現象や化け物のことをどうしてもあいつが話してたこと。実はこの間痕跡をたどってもう一度。尾行されるっていうのは先日の異種返しというところでしょうか。バレバレか。私に何かご用事でも？うん、前にオタクが話していたことが気に、ついでにオタクの調査ってのがどういうもんか覗き見できる。あなたのそのシャリ構えた姿勢素敵。それに私の調査に興味を持っていただいて。エデン症候群イーター、オタクが。もちろん私が知っていることなら何でもお答えしますよ。エデンからログアウトする前にイーターに精神データを壊されることで隠す。それがあのイカれた病気が起きる理由だって。あくまでもまだ仮説。しかしまさかエデンへのログインが現実世界の肉体に影響。興味深いとは思いませんか。でどうやったら。それはまだわかりません、残念ながら。しかしデジタルシフトについて。もったいつけんなよ。実はデジタルシフトを引き起こすデジタルシフトの直前に必ず、その後デジタルウェーブが増幅しデジタルシフトが干渉。そうです。つまり何かあるいは何かによってデジ、そう考えることができるのです。まあこれもあくまで憶測にすぎませんよ。誰かが意図的にデジタルシフトを起こし、ご興味がおありなら調べてみてはいかがです。それにしてもアラタさん、どうしてそんなにいい。俺はどうしても知りてえんだ、あのイカれた病気の。手がかりになるものがねえか、この辺りを探してみてえんだ。オタクにとってもあれだ、乗りかかった船ってやつだろな。あそう来なくっちゃな。よし行こうぜ。
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。やっとつながったな。さっきのはなんだ。オタク、一体とにかく今からそっち行く。何が起きたのか詳しく聞かせてもらうからな。なるほどな。じゃあオタクもエデン症候群。スエドーの仮説は間違ってなかった。コネクトジャンプ、その体だから。てか悪い、あの時俺がオタクを置いて。気にすんなってか。しょうがねえ。エデン症候群を調べる。暴こうぜこの事件の真相。オタクの。お、どうかしたのか。移動してきた先で目当ての現象が起きるなんて偶然にしちゃちょっと。ちょいちょい人をびっくりさせやがってな。もちろんオタクも行くだろ。目的ははっきりしたからな。いつ見てもいい感じだな。リアルとデジタルが交差した電脳世界ってやつ。見た感じここも前と同じように出口が。あの化け物をぶっ倒して収束させるしかないってのだ。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。
行くぞみんな。行くぞみんな。案外大したことなかったな。行くぞみんな。行くぞみんな。このまま突っ走れ。
後悔するぜ。君がいてくれてよかった。うん、仕方ねえか。テイ！みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。このまま突っ走れ。隙を見せるとやられるぞ。
走れ。君がいてくれてよかった。イーターを倒せば元に戻るにしても、あのバケモンは倒せたけど、何がこのイカれた現象、例のあの病気のことだって新しい。おほう、これはこれは。おオタク、デジタルシフトを感知して来てみたんです。お二人ともひょっそうでしたか。どうして声をかけてくれなかったんです。なんそれって新しいの。なあ、まあ強いて言うなら、あのバケモンが人間を食って。それはその情報は私が立てている。新しい仮説。どうやらイーターは取り込んだものに合わせて少しずつ形を変え、今回のイーターは人間のデータを取り込むことによって、ひょっとするとイーターは単純なデジタルデータ、物質世界の有機生命体である人間のデータを持って。人間のデータ、一体。そこまではわかりません。今はまだ。おい待てよ。はぁ、まだ話足りない。私もあなたのことはこの。気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。その長いものに巻かれまいとするアウトボーカー。あなたさ、あなたはさまざま。またお会いしましょう、近いうちに。くそ、自分が言いたいことだけ言ってさっさと。あいつやっぱりうさんくさいな。よし、決めたぜ。納得いくまで調べてやるんだよ、あのスエドーってや。どうやって調べるかって。もちろん神城の本社にせ。簡単なことだろ。オタクのコネクトジャンプと俺のハッキングを使えばな。それにコネだってあるじゃないか。少し作戦を考える。また連絡するわ。ずいぶんと遅かったじゃないか。いやいや構わんよ、こちらは特に。やはり情けは人のためならずだな。うん、ノキア君は好きにやらせてやるという。彼女なりに熟慮して出した答えなのだ。新田君の神城への潜入についても賛成。なんだか周囲がざわざわして。今度はそのざわざわに